たまたまお買い物した時のお会計が22.22ドルだったんですね。それがレジに表示された瞬間、ちょっと気になったんですけど、今度は全く同じ日にですね、別のお店で買い物した時のお釣りが22.22ドルでして、これを見た時もかなりびっくりしました。皆さんこんにちは、スピーチャリッチ三輪です。今日もありがとうございます。あと1週間で締め切ります。書籍親子の法則5万部突破を記念して、応募者全員にプレゼントと、当選者には総額150万円以上のプレゼントが当たる第2回三輪アワードを開催中です。皆さんからのリクエストにお応えしたプレゼントをご用意しましたので、ぜひ動画概要欄、コメント欄からご案内ページをチェックしてみてください。今日は人生が大きく変わる、大きく好転する前兆についてのお話をしたいと思います。ちょっと僕自身の話をしますと、振り返ってみると、あの瞬間から人生が大きく変わっていったと感じるターニングポイントのような時期を何度か今まで経験していまして、その度に必ず予兆や前兆のようなものがあったなぁと感じています。スピリチュアル的に言うと、自分自身の波動、考え方、あり方や行動が大きく変わっていたから人生も大きく変わっていったっていうことなんですけれども、これってなかなか自分のことなんで自覚するのは難しかったりします。皆さん、自己啓発的なこと、あるいはメンタル系のこととか、スピリチュアル系のことを人生に取り入れて、日々進化成長されていると思うんですけれども、果たして自分は人生進化の観点から見て、正しい道を歩めているのだろうかと、分からなくなってしまうこともあるんじゃないかなと思うんですね。そこで取り入れたいのが数字です。そう、実は昔から各数字にはさまざまな意味が込められていると考えられていまして、ヌメロロジーとか、あとは日本語で言うと数秘術と呼ばれている統計学があります。ヌメロロジーや数秘術っていうのは、人生を生きていく意味や、あと人生の使命をですね、この数字の意味を手がかりに読み解いていくというものなんですけれども、実は僕も結構参考にしています。この数秘術の起源は紀元前まで遡りまして、ピタゴラスの定理で有名なピタゴラスという数学者でして、古代ギリシャで編み出されたと言われています。実際数秘術で占ってみた結果、確かに自分の人生で起きやすい出来事でしたり、自分の性格の傾向性が分かったりと、あながちバカにできないなというのが、僕自身のこの数秘術やヌメロロジーに関する所感です。例えば僕は生年月日で計算すると、数秘術の世界では誕生数が33のゾロ目なんですけれども、よくこの33の人は宇宙人とか、あと大変人と言われていまして、一般的な人間の感覚がわからない人なんていうふうにも言われています。他にも33については様々勉強してみたんですけれども、確かに自分に当てはまることが多くて、参考にすることもやっぱりね、結構あります。あともう一つ、自分にとって印象に残っているのが2222のゾロ目ですね。これも大体8年くらい前にですね、人生をどうにかしたくていろんな勉強してた時代なんですけれども、当時アメリカに住んでいまして、たまたまお買い物した時のお会計が22.22ドルだったんですね。それがレジに表示された瞬間、ちょっと気になったんですけど、今度は全く同じ日にですね、別のお店で買い物した時のお釣りが22.22ドルでして、これを見た時もかなりびっくりしました。この2222っていうのはですね、自分自身を信じることで奇跡が起きるとか願いが叶うという意味があるんですけれども、ヌメロロジーとかこの数秘術をちょっとかじり出した時だったんで、余計びっくりしたんですね。でも確かにそこから徐々に人生が良くなったタイミングだったので、これも実体験として数字はサインになり得るんだなというふうに思うきっかけになりました。何より気になる数字を見た時に、あ、これは何かあるかもなとか、変化にアンテナを立てると言えばいいですかね。気になるなと、これは何かあるかもなと、まずは意識することがすっごく大切なんだと思っていますので、今日は特に奇跡が起きる前兆として現れる数字の並びをいくつかご紹介したいと思います。今日は冒頭の3つは全部ゾロ目縛りでいきたいと思います。それではまずは1つ目の、人生が大逆転する時によく見る数字、1111です。1つ目はこの1111ですね。1111っていうのは、強く望んでいることが実現する前兆、そして運命の出会いの前兆という意味もあります。また1っていうのは、全ての始まりを表す数字で、新しい出来事や新しいステージの始まりを表していまして、さらに緊急性を意味する数字でもありますので、この1を頻繁に見かける時っていうのは、あなたの夢や計画を始める時期が来ましたよと、そういうお知らせでもあります。
思考がすぐに現実化しやすい状態がやってきているタイミングによく見ると言われていまして、思考を通じて現実を創造する絶好のチャンスが到来しているとも言えるんですね。ただ時々ゾロ目を見て喜んでいるだけで待ちの姿勢になっている人も少なくないんですけれども、1111っていうのは特にですね、自分自身からの働きかけが必要な数字なんで、自分の理想や願いにのみもうエネルギーと時間を使ってそこに全集中して、それに向けて即行動を心がけるようにしましょう。1111を頻繁に見る人は最近新しく始めたことはありましたか？または夢に向かって前向きに進め始めたタイミングだったりしませんか？1111が目に入るようになったら夢や願いに向けて即行動、そんな風に覚えておいてください。それでは2つ目の人生が大激変するゾロ目、2つ目はそう僕も人生が変わった2222です。2は信じるということがテーマの数字でもあります。2222をよく見るときは、あなたが自分自身や人生を信じる気持ちが大切ですよというメッセージを投げかけてくれていると言われています。この数字をよく見るとき、うまくいかずに落ち込んでしまっていたり諦めてしまおうと思っていたりすることがあるのであれば、もうしばらく頑張ってみた方がいいタイミングかもしれません。そういうふうに覚えておくといいんじゃないかなと思います。それでは今日3つ目の人生が大激変するゾロ目、3つ目は3333です。実は僕も車のナンバーですね、毎回3333にしています。3333は天からの御加護を表す数字でもあるんですけど、新しい物語の始まりや変化という意味もあります。なので仕事でもプライベートでも滞っていたことが解消したり、今まで滞っていたことがうまくいき始めると、そんなタイミングでよく見る数字だそうです。これも覚えておいて損はないゾロ目ということで、3333を頻繁に見たときは滞っているものがうまくいき始めるのかもなと、一見今うまくいっていないことがなぜか好転し始める、そんなイメージをされるとすごくいいんじゃないかなと思います。最後4つ目の今日の数字ですけれども、これは人によってはゾロ目ではないかもしれませんけれども、自分の誕生日にちなんだ数字です。人生が大きく変わっていく前兆として自分の誕生日の数字を見ることが多くなることがあります。エンジェルナンバーはゾロ目が有名ですけれども、自分自身の誕生日の数字も宇宙からのメッセージなんです。例えば僕だったら7月3日生まれなんで73とか、もしくは703とか0703ですね、こういう数字を見たときは、あ、何かあるのかもと思うようにしています。自分の誕生日の数字を見る意味については3つの意味があると言われています。一つ目は自分の原点に戻りましょうというメッセージ。誕生日は自分がこの世に生まれた日、つまり人生の始まり、原点ですよね。誕生日の数字を見たら初心に帰ってみようという宇宙からのメッセージかもしれません。一度立ち止まってもう一度初めから見直したりやり直したり、もしくは初心を忘れずに改めて継続するなど、今初心に帰るとしたらどんな行動を取るべきか、こういうふうに考えてみるといいかもしれません。二つ目は自分自身に感謝しようという意味です。自分の存在自体に感謝ですね。自分という存在がいるからこそ今人生を体験できています。全ては自分が存在していなければ始まりません。全ての根源となっている自分という存在に改めて感謝するタイミングということですね。そして三つ目は人生の転機です。何かしら今後の人生にとって大きな意味を持つターニングポイントが来ていることを表しています。ターニングポイントでは人生を大きく変える出会いが訪れたり、もしくは新しい機会に巡り合えたりしますので、出会いや新しい機会にオープンな気持ちでアンテナを張るようにしてみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日お伝えした4つの数字、1111は強く望んでいることが実現する前兆、2222は信じ続けるタイミング、3333は新しい物語の始まりと変化、そして誕生日にちなんだ数字もあなたにとって大きな意味を持つ数字だということをお伝えさせていただきました。ゾロ目やあなたにとって意味のある数字をキャッチすることで人生が大きく変わるサインを受け取ることができるかもしれません。最近こんな数字よく見るなと思うものがあればぜひコメント欄で教えてください。今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思われた方は、ぜひいいね、そしてチャンネル登録もお願いいたします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。